今ですね、どこにいるかというと、ヨーロッパのマルタにいます。でマルタのセントジュリアンのところからスリーマーに行く途中のところでございます。本日2015年のね12月の6日でございます。夕方5時40分ぐらいです。まあこんな感じでね今いるんですけどね、これがプラザレガシーホテル前です。まあこんな感じでちょっとしたこれなんだバル的なやつかな、レストランあります。あったかいですね。しかしで今この遊歩路になってるんで、この遊歩路を散歩しているところです。でスリーマーにあるウィンザーホテルというところ泊まってるんですけど、そこのところまで戻るところです。まあ遊歩道になって海岸みたくもなってるんで、下の岩場になってるんで、まあ、夜じゃなければ明るい時であれば下に降りてみるといいと思います。でこれね 4K のビデオカメラで撮ってるので、皆さんぜひとも 4K の画質に合わせていただいてご覧いただければ、まあ、超高画質な、ね、動画でご覧いただけることができます。セントジュリアンっていうのは、あれです、ヒルトンホテルとかあとメリディアンみたいなね高級ホテルがありまして、まあ、そこら辺泊まる方、まあ、すごく雰囲気いいですからね、いいです。で治安に関してなんですけど、実際私はまあ歩いてみてね、自分が歩いてみて、まあ、特に危ないっていう感じもしないですし、まあ、皆さん見てるガイドブックなんか見るとですね、治安がいいという書いてあるのでその通りだと思います。ただ、まあ、最近 EU に加盟した後ね、移民とかもしくはビザなしで島しょ国から来れたりもするので、そういった意味では犯罪者たちが結構いてですね、スリひったくりなんかもある可能性もあるので、まあ、そこら辺だけご承知ください。まあでも基本は大丈夫です。